これバターでやってるんだ。ほぼね、唐揚げです、これ。あ、やばめっちゃいい匂い。どうも、貝原雄さんです。こちらが至高の味の素です。今回はですね、貝原雄さんが食べたら絶対にブチ切れるであろう、なんだけどめちゃくちゃうまい料理、その名も病みつき鶏。貝原雄さんが絶対に言わない言葉の一つですね、病みつきってね。悪魔のとかも言わないと思いますね。それをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。この病みつき鶏っていうのほんと簡単。まず至高の鶏もも肉ね、これはあのダイエーに売ってるやつです。そして至高のバターですね、これダイエーに売ってる。あとこれ至高のニンニクです、これ中国産です。あと至高の味の素ですね。あとの他はもう材料はもうあの概要欄に書いてあります。もうそれ見てください。今回はね、本当に病みついてしまう病みつき鶏っていうのを作るんですけども、病みつき鶏というのを作るからにやっぱり、ね、病みつきという言葉をやっぱり理解していけないんですよ。病みつき酒を飲まなきゃいけないっていうことなんですよね。じゃあやっていきたいと思います。じゃあこれが貝原雄さんを認めた氷結レモン、いただきます。あー、病みつき酒って言ってなかったっけ。病みつきレモンサワー、つまり氷結です。いつでも俺の味方、お前だけ。じゃあやっていきます。鶏肉はね、もも肉は今回使います。胸肉でもできなくないんですけど、まあ、僕はもも肉の方がね、焼くの簡単だから、まあ、こんな感じでね、もう僕鶏もも肉はもうあの一口大に切っていくと、まあ一口大に切っていきます、こうやって。このね、鶏はね、マジ簡単。切りました。これにね、下味ね、下味をつけます。はい、鶏肉で、ここに塩コショウ、これ一番簡単だからね。はい、塩コショウ、はい、します。はい、パラッと。はい、そしたら片栗粉ね、大さじ1、あとね、半分これをまぶすことによって、このタレの辛みも良くなるし、鶏肉は柔らかくなるし、お酒は美味しいし、もうすべて完璧な具合になります。私やります。はいはい、じゃあもう これは OK、 もうバッチリ。じゃあね、病みつき鶏に重要なのに病みつきタレなんですよ。もうこのタレを覚えとけばもう全部大丈夫。砂糖です。お砂糖大さじ1杯、こうやってね、大さじ1杯でやるときはね、砂糖とかね、この粉末のもんからやると、ほら、汚れないからね。そんな感じで、何これ。醤油です。醤油ごと！あと、この酒ですね。はい。僕の、命の、てか僕です、これは。そして、ケチャップですね。ケチャップ大さじ1杯。この病みつきダレが最高なんです。あ、すいません、あともう一個ありました。ニンニクね、入れます。ニンニク入れたら何でもうまくなるから、何でもニンニク入れた方がいいです。で、ここにね、味の素です。1、2、3、はい、これ入れます。はい、そしてタバスコね。で、これを1、2、3、4振り、これで、ね、辛みとね、酸味がついてね、エロうまくなるんです。このタレ、これ病みつきタレなんだよ。やっといてください、これ。はい、じゃあバターで、ね、入れて溶かすんですね。ちょっと足りない、病みつきが足りねえぜ。バーサーカーソウル、俺のターンドロー、プレイヤーにダイレクトアタック。じゃあ入れていきます。皮目を下にやってパリッとやると、これがもう病みつきですよ。はい、これが病みつきじゃなくて何が病みつきかっちゅう話っすよ。で、パリッとね。で、このこうもうまあもうこれバターでやってるんで、ほぼね、唐揚げです、これ。ほぼ唐揚げ、人間の本能に訴えかけていく、そういう要領を、たまにはやっていく。はい、こんな感じでね、いい感じにパリッと焼けつくんですわ。これが焼ける最強のタレ、はい、
を入れていきます。はい、あ、やばめっちゃいい匂い。いやー、これはビールだー、ビールだよ、これは本当に。じゃあ持ってきてください。わあ、うまそう。ああ、もう、あら、やだ、もう最高にやみついじゃん。これ胡椒ですよ。バラ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 。ああ、これですよ、もうブラックペッパー最高に。ご飯もお酒もいける、やみつきどれさあ。それではやみつきたいと思います。いきます。でもレモンサワーじゃないんだな。この瞬間を生きてると言っても過言ではないです。うまっ。これさ、ビールだこれ。俺これ大好き。これ商品化しよう。これうますぎる。最高だね。このソースうまいな。これマヨ、マヨいきます。うまっ、これビール合う。マヨやばいこれ。いや、これほんとやばい、ほんとやばい。ということで、じゃあ僕も召喚します。ブルーアイズホワイトドラゴン、これからアルティメットドラゴンになってきます。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。うまっ。ちょっと止まんないっすよ、これ。うまっ。うまい。これ最高。鶏ももなのがいいよね。胸でも大丈夫なんだけど、もものがね、やっぱね、やみついちゃう。ということで、お願いします。うん、いや、締めてもらって。ということで、デュエルスタンバイ。終了。はい、いい。実はそれ俺のせい。俺がキスマイ一つだったら気にするけどさ。イントネーション。キスマイ一つ。おじいちゃんみたいな。CD。CD。え、キスマイフトツじゃないの？キスマイフトツじゃない。キスマイフトツなの？キスマイフトツじゃないの？いや、俺本当にそうやって思ってたんだけど。いや、マジでフットツー。フットツーなの？フトツーじゃないの？フットツーです。え、その聞いてないよ、そんなの。公表されてる。あ、そう。みんなフトツーって言ってる？そのストツーみたいキスマイフトツーターキスマイ一つターブ。これ、まあ、エンディングで使ってみました。